どうもゲタハノです本日のテーマは仮想の予約が取れなくて待たされたというテーマでお話をしたいと思いますはいこちら投稿者さんからですねいただいたんですけれどもあのね怒ってることは全然良くないことですはい全然良くありませんえー、なんだけれども こういうことがあるんだよっていうのをですね、こうお伝えできるっていうのはなんかすごくいいことだなっていうふうに思いますので、ちょっと紹介しようかなというふうに思っております。で、その方からですね、まあ、この度、えー、ちょっとご親族様が亡くなられたと。で、その時にですね、あのー、火葬場の予約が全然取れないと。はい。 えー、この火葬場の予約ってまあ葬儀屋さんがやるんですけれどもまあ予約が取れずっていうふうにおっしゃってるんで多分葬儀屋さんが「ちょっと火葬場の予約が取れなくて」とおそらく言ったんでしょうね。でそれによってですねその安置所にまあご遺体ね行くことになるんですけどもそれで何日も待たされたと。でこれ他の動画でも言ってますが地域によっては本当にあの1週間待ちとか普通にあるよと。 はい、えー、これは別に最近そうとかじゃなくてだもう随分前からそんな感じなんですよね。でまあ1週間ね、えー、待ったかどうか分かりませんがまあそれぐらい待ちましたよっていう方からなんですよ。 ででそそののの時にねあのふとと思ったんですとなんすなかその自分としてはその方としてはなんかそんな感じでこう待ちたくなかったなとであの待たされるぐらいなら例えばですよその例えば夜に仮装をするとかで深夜料金とかあってもいいからなんかその早く仮装してあげたかったなっていう風にあのおっしゃってるんですよね。 でまあちなみにこれもね、だから要は、まあ、最近ね、安置所もすごくこう冷える感じになっているので、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、やっぱりね、日数が経つと、あの、個人さんのその様子って、こう、だんだんやっぱり変わってくるんですよ。えー、それは自然の設備ですから仕方がないんですけれども、まあそういったこともあったのでね、なんかその、例えば夜に仮装するとかできないのかな、なんかその残業とかがあって、みたいな、えー、そういったご質問でした。これはね、あのー、本当に人によると思います。あのー、まあ、 逆逆に逆のパターンもあるんですよ、えー、1週間ぐらい待たされたっていう方の中でも、まあ、逆に待たされたことによってその長くねお別れすることができたっていう方もこれもおられるんでねあの本当は一長一短なんですけども、まあ、でもなんか割合としてはそうですねやっぱり待たされるのあんまりだなっていう方の声の方が多いと僕は思います。でではなんですよ。そのじゃあ仮想場でその残業的なね はいまあ、残業というか要するにその稼働時間もうちょっとこうビュッとこう伸ばせないのみたいなね、えー、それの、えー、お話なんですけれども、えー、これもねちょっと僕の個人的な話いきますけれども基本的にはあのー、別にできると思いますよはい別に、まあ。というか、あのー、それこそねそれこそ大災害の時なんかはあのー、やっぱりずっとこう稼働していたっていうのがね日本で、まあ、やっぱありますから、あのー、別に 物理的には全然いけるんですけれども、まあ、ただ、あんまり夜になるとちょっとね、と。まあ、その、それこそ、さっき言いましたけど、大災害とかあれば別ですけれども、じゃそうじゃない時に、例えば夜で火葬場ってなると、そうですね、その火葬場がね、例えばその山奥のみたいな、えー、ところだったら、まだいけると思いますけれども、結構、じゃあ皆さんのね、えー、住まわれてる地域の、えー、ところの火葬場とかで、ね、あの、 結構住宅街とか、なんか都会のところでそういうところに普通にポンってあるじゃないですか。別にその山の上とかじゃなくて。っていう風になると、そういうところで夜に仮装するとね、えー、すごく大きい音が出てます。はい。意外と、意外とそうなんですよ。ゴーっていう音とか、えい、ー、ろんな音がガチャーンとか、えやっぱ音しますのでね。っていう風になると、まあ、現実的ではないんですよね。まあ、でも、じゃあ、例えばそこの仮装場は5時までだけど、6時。 までちょっとこう増やすみたいな、えー、そういうのはね僕は基本的には全然できると思いますよはい全然できますえじゃあなんでしないのっていうねはいなんでしないんでしょうね <laughs> 僕も思います。はい、いや別にできるんだけどなっていうね。でもね結局その、まあ、全国の火葬場あのだんだんその民間業者が入って、まあ、民間業者が火葬場をこう回していくみたいな指定管理者っていう制度があってそれでやっていってるとかどんどん増えていってるんですけれどもでもそれもですねやっぱり過去の公務員時代の、えー、仕事の方法をそのまま持ってきてるというのがあ,あるんですよ、まあ。要は9時5時みたいな。 えーまあ、5時まで行かないとこもあるかもしれないけれども、だからその公務員時代の時にですねあの、時間をバチンバチンって決めてるんで、それをそのままずっと続けてるっていうところは、あの結構僕、あると思いますよ。で、しかも、じゃあ、そこね、あの指定管理者としてですね、そこの火葬場稼働させますっていう民営の会社が入って、そこの会社が独自に、いや、うちはあの1時間ちょっとこうもう少し多くやりますよって言ったとしても、市とか、えー、そこの地域の自治体からそういうことやめてくださいって多分怒られるでしょうね。はい でもあのこれはね。僕別にいいんじゃないの？っていう風うにあのー、個人的には思ってますよ。はい、てか、それやるとだいぶ。 そういう待たされるとか、僕はなくなるんじゃないかなっていうふうには非常に感じております。まあだからそれはね、やっぱりこう民間との違いもあると思いますよ。なんか例えばね、なんか居酒屋さんとかで、じゃあ夜の24時で閉店なんだけど、24時1分に、あ、すいません、もうやってないですからあ、もういいよいいよって言ってくれるお店も普通にあるじゃないですか。まあ、あ、もうすいませんって言うとこもあるけれども、でも別にいいよいいよって言ってくれるとこあるでしょ。でも、まあ市役所とか行ったら結構バツンみたいなとこ多いじゃないですか。まあね、 だからそういうのもあるんでそれのだから流れちょっと組んじゃってんなっていうのは僕は若干ひしひしと感じておりますけれども実際は僕できると思いますよ。あのこれは働いてた身としてね別に1時間延びたところでいや別にっていう感じなんでねでもそれはあの火、ー、葬場職員さんがですねいかに言おうが、あのー、あんま変わんないですねはい。 えー、仮装場職員さんというのはダビに付す仮装をする、えー、仕事なんですよね。でも最終的には、えー、その指定管理者ということでその自治体とか公的なところが、えーまあ、民間業者を呼んでやってるみたいな、えー、そういうところなので結局この公的なところがですね変わらないと、あのー、仮装場職員が何を言おうと全然変わんないと思います。で、えー、じゃあそれを変えるためにはどうしたらいいのかそれはあのー、市民の声です、はい。っていうような話になります。 まあ、多分僕が火葬場職員で、その時はあの民間業者として入ってやってましたから、じゃあその時に例えば1時間ね、まあ,あ僕残業しますわとか言って、もし勝手にやってたら、首、首、いや、いや、首、首になるかぐらいの、あのー、すごい大変なことです。はい。っていうようなイメージですね。であとはそれをなくすためにはもう一つ、それはもう火葬場を増やすっていうことですね。 これもね、他の動画で言っておりますが、ただ、あの、んせん反対運動ってやっぱありますからね。はい。もうそれはもういろんな事情があるんで、もう仕方がないと思うんですが、まあ、そういうことによって、仮想場が実際に不足している地域ってこれあります。まあ、これもね、やっぱり市民の声なわけですよ。で、ただね、もうよくあるのが、よくあるのがなんですけれども、結局その、自分自身のね、身の回りとかでやっぱそういうことがあると、あやっぱりこれ不便だな、 でやっぱりこう思う。まあ、それはまあ人間ですからね、えー。そういう風になるのかなっていう風には、えー、非常に思います。まあ、仮想場のね、歴史も、あのー、案外浅いんですよ。こう、日本の仮想の歴史ってね。仮想自体はずいぶん前からやってますけどね。でも、この、いわゆる近代的なあの仮想場っていうのは、あの、本当にできて100年とか、あの、そんなもんなんですよ。だから、まあ、これからね、まだまだどんどん、あの、改良の余地あります。 はい。っていうか、改善すべきとこ、僕、いっぱいあると思いますよ。まだまだ、あの、それぐらいの期間では、もう今、あの、完璧ですとは、えー、僕は全然なってないと思っておりますこれからもう100年、あと100年経つとですね、また全然こう、違うような運用になってんじゃないかなと、えー、僕は感じております。はい。ということで、本日はですね、えー、仮想の予約取れなくてね、結構待たされたよ、ということでお話をさせていただきました。ではまた。 火葬場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら「ゲタ花」をホームページから是非ご利用ください。